よし、続けてやっていきましょう。アランドラですね、よろしくお願いします。行くぞ。何も謎解きないけど、玄関はここ、玄関から謎解きなのかな。炎の館、はい、よろしくお願いします。お邪魔します。火を恐れるなかれ、その力をうまく導きながら、導くならば闇は明るく照らされるであろう。おお、炎。その力をうまく導く、導くか。何で動いてんだ。火を恐れる中で、進行方向を邪魔すればいいってことではないみたいだけど、弓矢で行ってみる。まあ特に怒られるわけではなさそうではあるけど、ん？何かボタンに反応してるわけじゃなくて、方向キーに反応してるわけでもない、追っかければいいわけでもない。これが動かなくても必ずあの4つの灯火、火はつくのかな、食台に。どこか他に道もないもんね。火を恐れるなかれ、別に俺は恐れてはいない。ちょっと黙って見てみようか。最初はなんかゆっくり通ってますね。うん、勝手につくんだよね。導くか。何がしたいんだろう、この日は。その力をうまく導くならば闇は明るく照らされるという。導くって言ったって彼は自分の意思で進んでいるようにしか見えないんだけど。なんだかな。ほう、大いなる炎の力を手にしようとして、またしても欲深き者が現れたか。言われる筋合いがねえんだよな。よかろう、そなたが火の王にふさわしき者か否か試してみることにしよう。もうかがり火いっぱいつけたり消したりしてるから大丈夫だよ。迷える火に導きよ。
また殴るって。なんで言ってる、会いたいっつってる。なるほど、そなたはこれまでの者どもとはどうやら違うようだな。何が違うんですかね。だが火は道具にあらず、時にはその英知に従うことも忘れてはならぬ。火球の示す軌跡をたどり、王としての印印を結ぶがよい。え、制約の契約の印もないものに、ああ出てけって、出直してくるがよい。何言ってんだこいつ。これを何に、これ二度も三度もやれってか。いいけどさ、同じところを踏めって言ってんのかな。踏んだ気がするんだけどな。今こうやって、ん？こうかな？こうやって今来てたんじゃない？ちょっと何言ってるか分かんねえな。もうまあ落ち着いてあと500回くらいやれば、まあ、できるだろう。今度は真ん中から右に行ってる。ああついてけばいいの。あなた様こそが我ら火の一族を滑る王。こいつ何言ってんだろう。いざ王の証を受け取りたまえ。こんなんでいいんすか。大丈夫、ここの人たち。まあ、万が一これいらなくても進めるっていう可能性ありますけどね。あ、開いちゃった。火はあなた様と共に。はーい、ファイアロット。すげえ、魔界村の松明見て。ちょっと待って、外出て一回確かめてみようか。まあこれであっちこっちのこう茨が焼き切れるようになったってことですよね。めでてえけどこれ強いのか。燃えねえし、マジかこのゲーム。この炎を燃やすためだけのかよ。宝箱取り損ねたな。どっか裏から回れるっけ。そこは焼けるけど、焼けたかなってできるけどね。俺は焼けないんですね。ああ。ここも焼けたかな。ちょっとショートカットとかはできなさそうですね。自分で自ら行くしかないのか。まあちょっとカットして行ってみようか。さあ戻ってきたよ。ああ。ロッドは毎回使わないといけないのか。普通は、あ、すん、帰ろ。道具屋さん、かっこ鍛冶屋さんのおじいちゃんのとこにも、この井戸のとこですね、燃やせるものあるんですけれども、
まあいいかと、別にこちら側から燃えろムルータどもを焼き払った後でも全然時間はねいくらでもあるでしょうから、あこちら側からといけない、なんだこれは、睡魔の書を下、そっか自力で取らなきゃいけない場合もあるんですね。となると会話じゃないや、これは何なの、水のシールドが発生プラス完全回復、これさレベル2ってことは当然そのあ落ちちゃったか、使用する HP もう決められてるんですかね。例えばこのゲージが2本必要とか1本で使わせてくれたりするんですかね。迷いの森、俺は迷いの森に行けばいいのかな、ムルータとも焼き尽くすんだったら。危険ってことは、じゃあまあ危険な方、ああこれアランドラ戻りましたかの方角かな、謎の変わった卵コロ、そうっぽいかな、でて、うんうんうん、こっち行くと多分ムルータ系の、そうだね、お兄さんお姉さんがいらっしゃるんですよね。クラッシュしてやるぜ俺が。うん、食べついて動かない、クレ556は必要ですね。ちなみにクレ556もね、実はあれはサビ取りなだけで油差しじゃないんですよね。油ではないんで、ちゃんとそこから油を差してあげないとダメだよっていうお話です。日頃のねメンテナンスっていうのはとっても大事なんですよね。このアケコンもね、パソコンとかも何でもそうですけど、中に、ね、結構油とかグリス入ってるんで、適当なタイミング、適当ってどれぐらいなんですかね、適当なタイミングで油とかグリスね塗ってあげると、よりねこう快適に長くまあ遊べる、使える。この弾は何なんだろうっていうものらしいですけどね。最近のこうん迷いの森、ムルータ出没の恐れあり、いかん入れん、まさか入れないとは思わなかった。どうする、そう来るとは思わなかったな。どうしようかな、錆びついていて動かない、ぶち壊せよと思うんですけど、ここからなんか穴があってなんか行動がある感じでもなさそうなんだよな。なんか油さするものあったっけ、燃やしてみる、いや意味がないな、燃やす意味はないな、油か、どっかで油さし持ってこねばダメか。じゃあ誰かなんか知ってるかな、何油さしが欲しいだと、ならこうしてみるとええじゃろとかさ、なんかないかな。また口ばしか、あもらえるものはもらっておきましょう。これさえあればと思ったんですけどね。南西北西って言ったから、なんかもっと別のルートがあるのかな。もうちょっと頑張って探してみようか。ここは登れないか、ここもね、なんかありますけど、これは、おお器もね、もらえるだけもらっておきましょうね。とにかくダメージでかいんで、鉄球ダメージがねでかいんですよね、思ってる以上に鉄球ダメージがでかくて、鉄球ダメージで死ぬっていう、ライフでね受けきれないんだよね。開けろ、おはようございます。これはコンティニュー回数とかあるんですかね。
ねえ、雷王様。ふさわしいか否か。十分立派な剣士のようじゃ。この剣を持つまででもあるまい。うん。封印を解かんとするものは500回コンティニューしろとかあるんでしょうね、きっと。じゃあムルータ狩り、これあれサウンドテスト屋さんだよね。でここが、ああ、ここはこうなってるのか。で行動は完全に締め切られちゃってるんで、こっちは、ああ エンジンだっけ。ああ、なんかブロックがありますね。破壊、違う。どっか別のねルートから行くっていうのは十分考えられるんで、いろいろぐるぐるね回ってみましょう。敵もいる。これはなんだ。ハト地の紋章が埋め込まれている。お、はめ込んだ。はめちゃっていいんすか。はまっちゃったよ。ここは入っちゃった。他には、こっちじゃないね。まさかいきなり来ていきなりはめ込んでいいものとは思わなかった。この流れだとね、もう一個はめるとね、マスターソードが手に入っちゃいますけど、大丈夫大丈夫、俺こんな持ってねえから。でタイミングよく全部入っちゃったけど、あと 1,2,3,3 つと7つくらいあって、半分くらいがもう持ってかれちゃってるんですよね、あのムルータともに。だからまあいいや。あ、ここは完全にこの紋章をはめ込むだけの場所。邪魔だてめえはよ。他にやることは別にないのか。向こうにも渡れる、渡れま、おお、ミミック、怖いね。ミミック怖えな、全然気づかなかったよ。いや、でミミックないし、このオークどもにも負けない、やっぱ攻撃力すごいよね。助かるよね。ここはなんだ。ここ登山口だよね。おふくろさん、あ、おふくろさんか、これ。でもおふくろさん方面からは行けないと思うんですけど、行けたら困るので行ってみましょう。あー、ワープゾーンしかないな。行けてないのはここと、ここか。まあなんかいくつかあるみたいですけど、じゃあ一旦戻、あー、ちょっと待ってね。あー、どっからどこ、どこがどこだったかな。お、バッチリ。ここのね、茨をね、ちょっと破壊してみたかったんですよ。ずっとこうしてみたかったんだよ。なんだ、くちばしか。これなんか奥は何かあったんだっけ。なんか宝箱らしきものがあっただけですね。じゃあ戻りましょう。とりあえずジジイにもなんかお話聞いてみようか。いや、やっぱワープがあるっていいんですよ。こうファストトラベル、なんだかんだのファストトラベルってことですもんね。昔からあったんだよね、ゼルダの伝説しかり、アランドラしかり。これもだからオープンワールドっちゃオープンワールドですよね、昔の。何を買ってくれるんじゃ。あ、コメントありがとうございます。面白いよね、これ頭に乗っけちゃうの。何でも安くしておくぞと。じゃあ薬草だけね。だからさ、違う、これ悪ふざけじゃないんですよ。ここにその乗ること勘弁してくんねえかなって思うんだよね。もう一個くらい買っとこうか。よいしょ。OK、ありがとね。
カットなんか入れてると思うので実質まだ20分くらいかな。とりあえず基本はクラッシャーでいきましょうか。クラッシャー使えばね、あの鎖のところでくびり殺すこともできそうですけど、とりあえず戻ります。場所はどこだ。とりあえずイノアの村に戻って対策が立てられるものだったら立てましょう。いやー、なんか分かってきてね。これ当たりでしょ。当たりだね。うん、もう一度ミディアムにね話聞いてもいいし、いやミディアムにもう話聞いてもダメだな。なんか別の方法というか別のねルートみたいなものがあるか、俺がまた何か見逃しているかですからね。どっちかですから。死体が消えてしまったからお墓を建てられなかったけど、みんなでお葬式のように豪勢の冥福をお祈りしたの。あなたも呼ぼうとしたんだけど、キーシャが疲れているのにかわいそうだからって。あんなに優しい子がどうしてこんな目に。優しい子だからひどい目に遭わないっていうことじゃないですからね。憎まれっ子世にはばかるって言いますから。あれほど信仰の厚いゴーセルがあのような死に方をするとは、一体神は我々のことをどのようにお考えなんだろうな。信仰もしないね、押してくれない人は何とも思わないよね。推しの推し側からすると、対象とするとさ。これはなんとかなったんですけどね。もう炎の杖は持ってるんで、占いのババーンとこ行っても、ね、俺が屈辱を味わうだけの可能性もありますからね。なんかあるかな。ん、あなたを村から追い出そうなんてロインが言ってきたのよ。でも安心して、はっきり嫌よって言っておいたから。ありがとう。でも確かにそれをやると今後困るのかもしれない。ゴーセルが死んだのにロエインは悲しそうな顔さえしなかった。以前はあんなに仲のいい二人だったのにな。ロエインはね、多分それどころじゃないでしょう。あくまでこの流れもね、人間の都合、人間側の話ですからね。ムルータね、なんとか先手を打てればあのセクタスの頭の中では一体その先手って何を思い描いているんでしょうね。ムルータをバラバラに引き裂くとか、割とこう手指にくりんじゃねえや、地位脇に行く踊ってるんですかね。基本的にね、 R は襲ってかかってくるんだったらぶっ飛ばせばいいじゃんっていう。こんなこと一体いつまで続くのかしら。いつまで続くんですかね。僕にも分かんないです。ところで売り物じゃないか。じゃあこれ持って帰っていいですか。お金を払わないで外に出てはいけないわ。これ売り物じゃないんだからさ、金払えないと思うんですけど大丈夫ですか。そうはいかなかったか。売り物でないから外持ってっても大丈夫みたいな流れになるかと思ったんですけど、セクタスにはもうあった？あなたは探していたけど、まあ、ロインがもしムルータを恐れているんだったら、ムルータをバラバラに引き裂くことによって、ね、そのメディアムじゃなくてメルタスはやっぱ信仰してくれる人、押してくれる人がいなくなるんで、やっぱ死ぬよねっていう。神パワーがなくなる、信仰パワーがなくなってしまうので思うツボですよね、こちらの。っていうかそのメルザスってさ、今悪魔になってるけど、悪夢を見せる悪魔になってるけど、じゃあその神様サイドのことって何かしてるんですかね。例えば天候をね操ってさ、人々を守るとか、なんかこう人間に恩恵をもたらしているんですかね。普段何してるんだろう。信仰をしてくれる人に対してのこうお返しっていうのは何をしてるのかなと思うんですけど、何かしてるようにはなんか思えないんですよね。今ちょうどね、こう信仰がないからお前らちゃんと信仰しろよって言ってね、怖い思いさせてるのはあるんですけど、わしはもう長くは生きられぬ身、神様はいなくてもいいが天国はあってほしいものじゃ死んでもまだ生きたいか。神なんて信じたい人だけが信じればいいんだよね。
そうです。そう思いますけどね。それをね、横からさ、関係ない人がさ、いや、神は信じるべきだとか、信じてはいけないとか、人にね、こう言うようになってはいけませんよね。村にムルータが現れたなんて、やっぱり私も奴らと戦わなくちゃならないのかな。血は気に踊ってんな。これから戸締まりをもっときちんとしなくちゃいけないわ。何か R が欲しい情報はなさそうでしたね。じゃあこの杖一つで世界救わねえといけねえか。ムルータをの村を八つ先に焼け野原にでもしないといけないのかな。まあ先手もうすでにムルータもまあ操られてしまっていて、こちらにねこう攻撃を仕掛けてきてしまっているので、まあ報復行為はもういいか。やってしまってへの近道はもう断たれてしまったので、まあ、こちら側からではないと。サウンドテストニキも関係ないと。ちょっとお腹が痛くなってきた。お腹が痛いのにここセーブポイント確かなかったよね。ここなんだっけ、迷いの森。全然迷えなかったんだよな。むしろここからもう迷ってんのかな。迷いの森危険。いきなりもう俺迷ってる。あのさ、ここはもう通れない。あ、もしかして、あクラッシュできない。ダメだ、やっぱ通れない。どうすりゃいいんだこれ。持ってるだけで有効なんで、これ持てないんだよな。あ、なんか足りないのか。フラグを何か回収できてない可能性があるのか。杖は持った。焼き払いもした。じゃあ何かあるとしたら、もうこれもね役に立たない。向こうなんか穴開いてますけどね。何かできるとしたら、もうあのスイッチを何かするしかないんだよね。錆びついていて動かないんだったら、もう無理くり、まあ、叩いて砕く。乗ることはできない。じゃあ爆弾で。錆びついていて動かないっつったってさ、それを何とかしろっつってんだよ。何か燃やすか。じゃあ、あ違う、ごめんね。ほいこれでだってさ、燃やして動いたらそれは世話ないわな。ほら、無理やり動かそうとしたってさ、これ多分ね折れますからね。何か必要なはずなんだ。でも何が必要だかわからん。特殊な、あこれ何。そういえば、あ別に胎児の目っていうものを、ちょっと待ってね。も多分これも持ってるだけで有効だと思うんですよね。特になんかできることなさそうじゃないか。もしくはなんか別のルートがあるのかどうかか。飛べないもんな。これ壊せる？こっちからじゃないよなきっと。でも向こうにも
どうやらいけなそう、いけなそうだけど、なんかいけそうな雰囲気もまだ残ってるけど。その可能性もまだあるか。うん？ていうか、あれじゃあ下からあるってことは、下から行けばいいのか、胎児の目が今入りそうなさ、門があれあったもんね。ということは、ここの下から行くのには、じゃあどうすればいいのっていう話になってきますけど、例えば行くんだったら、この橋から飛ぶとか。橋から飛んでしまうと知らないところにたどり着く。でオークとのしばき合い対決が始まるだけ。ってことはこれは変えるよ、変えるよ。ここには行けないと。であからさまなワープゾーンがあって、で渦の中に入れるみたいなことをね言っていた人もいるんですけど、ここはここ炎の館のとこじゃなかったっけ。ということはここの方面からどっかぐるっと回れば行けるってことなのかな、まあ、それはまた次回ちょっと探してみるか。